リアさん、合唱がもうすぐ。そういうのには参加しないって言ったよね。もっと大事なことがあるの。でも今回は記念的な行事だし、シスターのみんなには出席してほしくて。それは君の考えだし、他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわ。それは。君こそ今回の行事の責任者よね。変だと思わないの？どこか変かな。今からモンドに戻っても開始時間に間に合わないわよね。君をはめるために誰かが仕組んだんじゃないの？え？そんな、みんなはそういうことしないと思う。それは証拠次第じゃないかしら。それとも君は他人を疑うことを知らないの？安心して。君がこのまま戻っても誰も怒らないわよ。私が参加すると思ってないでしょうからね。これ以上もたもたしてると本当に遅刻しちゃうけど。そうだった！大事な記念行事、遅刻したらまずい！じゃあ戻るね！なんか、あのシスター、詭弁しか言ってなかった気がするな。さっきから気づいてるわよ。君たち、誰？何のために盗み聞きしてたの？気をつけろ。危険な奴だと思うぞ。少なくとも、ずる賢いのは間違いない。あら？長い歴史を持つセピロス教会のメンバーよりも、君のような素性の知れない浮遊物の方が危険だと思うけど。今の聞こえたのか？すごい小声で言ったのに。ふん。浮遊物を連れた異邦人。なるほど。君が。風魔竜を倒した栄誉騎士。その肩書きに免じて盗み聞きの件は多めに見てあげるわ。でないと、君たちの返答次第では、最悪牢屋に入れる可能性もあるから。え？モンドのシスターは、不審者の確保も担当してるのか？少なくとも見て見ぬふりはできないでしょ？シスターにだって正義感はあるわよ。なんだか違和感があるけど、否定もできないな。君たちこそ、何のために雪山に来たの？彼を探すなら、その足跡を辿ってみるといいわ。雪が止んでからここを通る人は結構多かったから、まだ残ってるといいんだけど。もしかして、お前も彼を探しに来たのか？違うわ。これらの足跡に元素力が残ってたからね。職業病みたいなものよ。警戒しておいて損はないわ。勝手に思ってなさい。私も彼の様子を見に行くから。行きましょう。足跡に元素力が残ってるなら、元素資格を使えば鮮明に見えるだろうな。ところで、この急に消えてまた急に現れる浮遊物の能力に興味があるんだけど。ん？なんだ？犯罪を犯した後、誰にも気づかれずに現場から逃げられるってことよね。おい！犯罪
は寒くないのか？私？特にはこういう劣悪な環境での行動には慣れてるから。セピロス教会のシスターは経験豊富だって褒めるべきなんだろうか。場所にいるんだ。アルベドは絵を描くのが好きで、様々な場所でスケッチしていると聞いたわ。ここは視界が開けているし、風景も悪くない。素材としては申し分ないからね。でもヒルチャールたちに気づいてないってことはないよな。襲われたりしたら大変だぞ。うっかり驚かせちゃったみたいだ。とりあえず奴らを倒そう。せや。誰だい？なぜヒルチャールを驚かしたのかな。絵が完成してよかった。危うく特別なヒルチャールを見逃すところだったよ。けど、なんでヒルチャール？みんな似たような顔じゃないか。説明するには複雑だから、僕の絵を直接見てみるといい。おお、真面目に描いた作品もあれば、適当に描かれたものもあるな。それらは、どこにでもいるヒルチャールだ。時間をかける価値はない。でもこいつを見て、体格も毛髪も姿勢も他とは違う生命力を感じるだろう。繰り返される原始的な集団の暮らしの中で、そういった特殊性は進化を意味する。進化は無から有へ、基地から未知へ。待って、それ長くなるやつよね。私は興味ないわ。人も見つけたし、私はここで失礼するわよ。あ、こいつに聞きたいことはないのか？おーい！変わったやつだな。シスターロサリアがここまで案内してくれたようだね。ところで、君たちはわざわざ僕を探しに来たのかい？おう、モンドでスクロースって人に会ってな、お前の力になってほしいって言われたんだ。なるほど。彼女が君たちを紹介したのか。では、僕の推測が正しければ、君が話題のあの栄養騎士なんだね。竜祭での君の働き、元素力に対する理解、それから色々と不思議なところも耳にしたよ。結論から話そう。可能性は一つ。君は別の世界からやってきた。そうだね。よかった。君の協力があれば、僕の研究も大きく進むはずだ。あ、すまない。戸惑ってるだろうね。どこから話そうか。待て待て、早速理解できなそうな内容だぞ。確かに。
言葉で説明するよりも直接見せた方がいいかもね。例えば、生命を目覚めさせ、この枯れた枝を再生させるんだ。そんなことできるのか？しかし、特殊な種が必要なんだ。今の方法では全然効果がなくてね。君と同じ、それは別の世界のもので、それを咲かす方法こそ、僕が直面している課題だ。お前ができないなら、オイラたちにもどうしようもないと思うけど。いいや、僕であっても、この世界以外の命を想像することはできない。でも、同じ異世界から来た君を観察すれば、いろいろとアイデアが湧いてくると思うんだ。どうしよう、なんか怪しくないか？まさか、君の安全は最大限に確保するから。善は急げ、場所を変えて研究を始めようか。アルベドと旅人、気が合うみたいね。あの二人はどちらも一旦モンドの平和に影響を与えるかしら。わからない。でも大事なのは結果ではなく、過程だと思う。錬金術を使って、テイワットにこの世のものではない命を目覚めさせることができれば、命の本質に対する僕の理解もより深まるはずだ。目覚めさせることができたなら、想像することも不可能ではなくなる。少し難しすぎたかな。いやいや、わかるぞ。ただ、オイラは目が出た後、何が出てくるのか気になるだけだ。美味しい果実が実ったら、一緒に食べようか。あ、約束だぞ。僕も子供の相手をしないといけない時があるからね。説明すると長くなるから、錬金術以外のスキルだと思っておいて。話を戻すけど、一つ目の研究は元素力に関するものなんだ。この世界のものは、神の目がないと元素力は使えない。でも、なぜ君は自由に元素力を使えるか確認したい。いくつか質問をするよ。君は他の人にない器官を持っているかい？例えば、二つ目の心臓や四つ目の胃とか。なるほど。では、君の周りにいるちびっこは、君の体とつながってるかい？その質問、おかしいぞ！見ればわかるじゃないか！それと、ちびっこじゃない、パイモンだ。
外付け機関としての可能性を考えたまでだよ。君たちは見えない形でつながってるのかもしれない。ふん、可能性はなしということだね。ではパイモンが元素力を君に授けた可能性は？10メートルの岩を貫通する、もしくは清泉町の滝を逆流させるほどの元素力をパイモンが持っているという前提になるけど。ふん、ありえないか。まだ何も言ってないぞ。となると君の身体構造はこの世界のものとはあまり違いがないようだね。それなら実験であらゆる差異を研究するしかない。まずその正体不明の元素力がどうやって流れてるか見てみよう。スライムを集めてくるから慣れた方法でそれらを倒してみてくれ。そんな単純な方法で観察するのか。良い実験とは直感的で明瞭であるべきだよ。それにこれは簡単な研究に過ぎないから。もちろん簡単すぎると思うなら同時に6体の純粋精霊との戦闘に変えようか。スライム、スライムでいいぞ。さあ準備をして、スライムが来るよ。